まあ、あの頃で言うとその香取さんとか、うん、香取だし、あの牧原、斉藤、そうですね、そうですね、高田投手とか、高田、高田、いいピッチャーいましたよ、ね、いいピッチャーいましたよ、ね、まあ、みんな、まあ、あの辺はね、牧原とか桑田なんかはね、もうほぼ出来上がったピッチャーですし、うん、リードしてて、誰が楽しかったですか？やっぱり斉藤です。あ、はい、斉藤が一番楽しいです。その後桑田、桑田やっぱりコントロール良かったんで、あ、はい、コロナに負けないプレイボール、イエロピコ、ありがとうございます。吉本さんも言いますもんね、すごい多投手があって、うん、あいつはやっぱり横の変化も縦の変化も両方あったんで、うん、縦のカーブ、はい、うん、シュート、スライダー、はい、うん、あの、スミさんはどうだったでしょう？スミは僕一緒にやってないです、ジャイアンツで。あ、そうです。当時、ヤクルトに行ってたの。ああ、そうですね、うん、笑顔も引退してたし。そうですね、はい、楽しいですね。あと中日とジャイアンツのその、球団の違いっていうか、うん、違い、まあ、やっぱりその地方と全国の違いっていうのがありまして、はい、うん、やっぱりジャイアンツの選手は紳士体です、タレです、うん、でやっぱりそのスポンサーの部分でもやっぱり違いますよね、ね、言われてました、それ、スミさんが。びっくりしました。あの最初、まあ、中日は野球教室だとか、うん、サイン会が大体だったのが、はっ、ね、違う、中日も高い、そうはって言うけど、いや今はでしょ、昔、昔大体それでそういう話聞くとかっこりくる、ね、ジャイアンツ言ったら最低でもおおって言うの当時はもうバブルでさ、そんなんだったんですね。あいつスミが言うはずよな、スミが散々さ、地方球団だからと言うわけよ。そうそう、うちは読売巨人軍ですからって言うわけよ。メジャーですからって、はい、いや、その差はあるな、でもやっぱし、だから勝った時のね、まあ、ちょっとあれだけど、賞金もそうですね、全然違うって言ってましたね。だって、なんか随分怒ってて、巨人と阪神だけはもう別格みたいです。あ、いやいや、中日もそうやって見ても別格やで。いや、最初はそうでもなかったね、星野さんになってくれ、ガガガガガ、その代わり罰金もすごかったよ。まあ、立浪がな、立浪が当時あのずっと12月1月こう練習してたじゃん。それが選手会で、12月1月が、うん、なんかね、シーズンになったでしょ、うん、で2月キャンプインの時に肩できてなく作ってこようとか、うん、はいはいはい、になったでしょ、うん、で立浪がそれで肩が できてなかった、うん、星野さんと言って監督の時罰金取られてます。おお、でもそうなるんだよな、うん、要はでもプロとして、まあそうですね、使う側は分かりました、休ませましょうって、うん、あの選手会が12月1月は完璧に休ませます、休ませます、うん、でも2月1日から入った時にはもう用意飛んで、うん、ゴーサインが出ない限りはダメですよってことになるから、うん、やっぱ罰金っていうのは、うん、あなたはプロ野球選手として契約上おかしいですよってことやもんね、うん、それで名前に返された。返された、作り替えた、直してこい。だから落ちたんですよ。初日から怖くちゃ、そうそうそう、あ、その件があるから、うん、なるほどなるほど、うん、だから俺たちはその前までは12月1月のオフシーズンでない時は12月30日ぐらいまで練習したからね。で1月の何日からもうまた練習始めて、はいはい、で自主トレがあって合同自主トレってあって、うん、やるもう始めるやん、うん、で、合同自主トレっていう方の名目で、なんで、俺たちキャンプ行った瞬間、うん、これはジャージとユニフォーム違いだけやね。いや、本当そうです。そうですよね。ほんまそうだったよね。そうそう、ジャージ着てるか、ユニフォーム着ちゃいけない期間だよね。そう。いわゆる12月、1月は、着なかったらいいわけやから。うん、で今回、ジャージから違いですね。そうそう、ジャージで合同自主トレ。それで2月1日から、はい、キャンプにしました、ジャージが、ユニフォームに買ったわけやもんね。はい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 、はい。
だから昔は本当ね、なんだろう、まあ、キャンプ前でもそうだけど、午前中はずっとランニングとかさ、はい、そういうのあったり、ずっとそうだったり、だから陸上部だったの、そうでしょ、で、ボール握るのはゴンからとかね、そんなんですよ、ほんま陸上部だったよ、なあ、マジで。俺はもう、体力なかったから、午前中でもうバタバタになってました。陸上部だったな。陸上部もそうだろ、先発力あるけど。いや、俺、体強かったから。で、助かるのよ、怒ったんや、俺に、うん。お前よ、嫌味かお前は。その練習の仕方は。そうね。うまい、レジーブはありますよ、ね。俺ね、体力だけだったんよ。すごい。瞬発力もあるし、普通ね、瞬発力すごい人は、やっぱり体力ですね。体力がやっぱちょっとないところがあるんだけど、はいはい、やっぱ体強かったね。でも1試合で2キロぐらいやってたからね、俺。それは試合でしたら、キャッチャーやったらいつでもそれ。ああ、そうです。キャッチャー痩せる痩せる、着てるものも暑いでしょうし、痩せるよ。毎回球取らない関係して、うん、キャッチャーが一番痩せると思う。そうですね、精神的にもそうです。そうですね、まあ確かにね。でもいいね、夜にもう戻してって感じ。違うガソリン入れて。あ、まあ、俺はね、こう酒飲めねえから食うだけなのよ。え、飲まないの？全然ダメなのよ。結構体が受け付けない。へえ。あのね、アジア系の人にやっぱそういう人何人かいるんだって。何パーセントか白人はそういうもんないと。なるほど、うん、でも俺はでも最初弱かったけど、ダンサー強くなったよ。いや、俺もう全然ダメだから、うん、やってもダメだった。よく農会があるやん、うん、倒れるやつがいる。一気飲みとかあんなんだよ。村松っていう選手が一気飲みして倒れて。だって昔よくあったじゃん、急性アルコール中毒。そう、ああ、農会で、農会でですか。農会倒れてしたもん。あ、で、飲めって言うんだよ。俺強くなったもんな。今昼からと飲んでるからね。俺はいくら練習してもダメだって。ダメ、もう受け付けない。で、下校ってやつね、うん、俺上校だからね、うん、だって注射のあのアルコール、うん、あれでもう真っ赤になっちゃうの、うん、あ、そうなんだ。ビーンなんか大変。あー、大変ですね。大変ですね。あの、なんかウェットスーツかなんか着てけ。ウェットスーツ着てマスクしてから今はね、今さえてみんなやってるけど、昔はもうそのままです。そのままですね。なんかユニフォームで、ね、あの、よう毛穴から入って、あ、体中真っ赤っか。あ、そうなの。真っ赤っか。アルコールがダメなんでしょうね、体にですね。そうなんよね。いや、初めて聞くね、そういうの。面白いね。面白い。面白い。まあ、普段ですね、なかなかこう会えない人たちで、あの選手どうされてるのかなって思う人たちも、ファンもたくさんいるじゃないですか。それがうちの YouTube により、はい、あ、中尾さんだとか、まあそんな風にですね、お届けしていくのが、まあ、よしひこさんの役目。頑張ります。はい、そうですよ、頑張ります。飲めねえけど、行くのが好きなんだよ。あ、そうなんだ。全然苦戦じゃないです。ウーロン茶で。あ、本当に結構何時間でも行けるし、うん、でも見てたらさ、分かるやろ。わ、こいつで寄ってきたバカなこと言ってんの分かるやろ。もう同じこと何回も言うやろ、酔っ払ってくると。ダメだわ。いや、でもコーチいなかった、リピートする人が。いるいるいる。いや、さっきまた言ったし、で、またそのまた言ったしって。何人もいる。いる。本当に面白かったな。中尾さんから見たときに、やっぱりこう、どんな風に映ってますか、今の野球っていうのは。いや、盗塁がね、やっぱり少なくなってるのは、はい、本当そうですよね。時代が悪かったよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。本日もありがとうございました。次回もそれではゲー。はいはいはい、テイク2、はい、いきますよ。はい。